Shall we begin? Hello everyone! Welcome to リノスマン TV! はい、ということで今日もやってまいりましたリノスマン TV でございます。皆様、本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。実は今ね、寝起きでございます。起きたばっかりでございます。はい、ちょっとね、今外で、どうせならね編集作業をしたいななんて思ってね今慌てて、動画を撮っている、次第でございます。はい、こっちの事情ですね、すいません。はい、ということで、早速、今日もやっていきたいなと思います。はい、マイスニーカーイントロダクション。はい、じゃあ、マイスニーカーイントロダクションと題しましてですね、僕が持っているスニーカーを今日も紹介していきたいなと思っております。早速、今日紹介する一足はこちら、ドーン、ナイキエアフォースワンです。はい、このモデルはですね、アッパーというか全体が、白でですね、ナイキの、マークがですね蛇柄になっているモデルです。はい、ちょうどね、5月の22日ですか、このモデルがですね復刻されたんですけれども、はい、びっくりしましたね、これが復刻されたんでね。あ、言い忘れてましたね、これはですねその復刻されたモデルではなくて、96年製のオリジナルの方のモデルになります。はい、たまたまね僕はこのオリジナルを、持ってたんですよ。うん、で今ね5月22日に復刻されたということで、あ、どうせならと思って、今回はこのオリジナルの蛇柄を紹介させていただきました。うん、やっぱりこうこの頃のフォースワンってなんかかっこいいんですよね。今はもうこの年代のフォースワンって多分これ一足しかないんですけど、以前はねこれと同じ年代のフォースワンを何足か所有してたんですよ。うん、でこの頃のフォースワンって結構名作が多いんじゃないかなって僕は思ってるんですね。あとはねパテントのエアフォースワン、パテントで、一番有名なのが黒パテントでね白の装飾入ってるエアフォースワンとか、全部、白のパテントのエアフォースワンとか、あれはすごくかっこよかったですね。うん、なのでねこの年代はすごい、名作が多い印象が僕にはあります。うん、まあその中でもねやっぱりこの蛇柄のやつね、シンプルなんだけどもうそれだけでインパクトがありますよね。うん、すごくかっこいい一足だと思います。復刻されるのもねちょっとあうなずけるなっていうところがあります。他にもね、この蛇柄の色がね、ネイビーのものだったりっていうのもあったりしてですね、結構ナイキって本当蛇柄好きですよね。うん、あとやっぱりね、この頃はかかとのロゴが違うんでね、それがやっぱりかっこいいなと思いますよね。一発で違いが出ますよね。はい、ということでですね、今日紹介させていただいたスニーカーはですね、ナイキエアフォースワン96年製の、蛇柄、こちらの方紹介させていただきました。はい、ということで、本日の動画がですねちょっとでも面白かったなという方はですねいいね押してください。そしてぜひぜひチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、では今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。 See you next movie. Bye bye. Thank you.